東能鉄道 A 型 K95K91 家家号家9 0型はかつて日本国有鉄道の前身である鉄道省に在籍した特殊狂気専用タンク式蒸気機関車である。元は東能鉄道に所属した機関車で1918年2月に2両が大日本機動鉄工部で製造された。製造番号は176-177である。 東濃鉄道は当初、他の軽便鉄道と同様に、ドイツのコッペル製の機関車の導入を起としたと考えられるが、折しも第一次世界大戦の最中で、後戦国であるドイツからの輸入は途絶しており、そこに付け込んで販路を伸ばしたのが第二本軌道であった。本形式は、車軸配置0から4から0、単式2機と飽和式のサイドウェルタンク機関車である。運転整備重量は6トン。 固定軸距は 1219mm である。翌年に鉄道員が工事用に購入したケ百型によく似ているが、ケ百型がウェルタンクのみであったのに対し、本形式では小型のサイドタンクを有しており、その分運転整備重量が大きい。東濃鉄道では A 型と不満されたが、1926年9月25日付で、 東能鉄道の新田見広見館が国有化され、鉄道小石となった。買収後は、K90 型と、改版された。本形式は、K100 型よりも若干大型であったが、100番台が埋まっていたため、小さい形式数字を付与されている。本形式は、1928年9月30日の大田線の改め機工事完了まで使用され、浜松工場で、 保管の後、1930年5月に廃車となった。その後も本形式は解体されることなく、浜松工場で保管されていたが、気九十は1935年3月に内部構造が見えるカットボディに加工されて、名古屋鉄道管理局の教習所での教材用とされた。1963年2月には稲沢第二機関区で修繕が行われ、美しい姿となっている。 同期はその後も同地に生態保存されていたが、2011年に開館したリニア鉄道館に移設されている。一方のケ91については、1951年10月に東京の交通博物館へ移設されたが、道館の増築に伴って1957年6月に浜松工場に返却された。その後、浜松市の五社公園を経て、現在は遊歩道。 堀米ポッポー道で生体保存されている、東濃鉄道 A 型蒸気機関車に関するカテゴリー、ありがとうございます。